を血眼で探してくる。陸戦クラブへ行く一番安全な道はロクシーの隣のトンネルだ。幸運を祈る。体制を立て直さねば。バーディによると、ブレイク・デクスターの情報源はストリップクラブのオーナー、ドム・オズモンドで、デクスターがビクトリアを追うように仕向けたのも奴のようだ。これ以上痛手を被る前に排除する。バーディがこの情報をくれたのは善意からではない。オズモンドの死により彼が得るものは多い。脆い協力関係だ。用心してことを運ばねば。アントニウスと聖母に祈りを捧げてる。道に迷った人、行方知れずの人、亡くなった人のために祈るのだ。こいつは一回はないな。
最初。まあ、イエスになったけど、まあ、どうでもいい、どうでもいいよ。クリアできれば。
ちゃめちゃ。ああ、警戒は続けるよ。無能かこいつ。あいつ死んでる。いやいや、キャンセル。
か。ちょっと遠かったか、近かった、もっとこっちに。いや、何でもなかった。神経質になってたのかもしれない。戦クラブに入ったらバーを見る。ドムは一番賑やかな場所を好むから。お気に入りしちゃうよ。
Thank you.
ってことだ。